どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあ皆さん、今日はすごいお知らせでございます。もうサムネイルを見てですね、皆さん分かってると思うんですけど、はい、こういうことです。はい、 G ラボウクレレの運営スタッフを募集いたします。大募集中でございます。どこで募集しているかというと、 G ラボウクレレそもそも皆さん知ってますよね。いつもガズが使ってるこのね、G ラボウクレレたち、はい、ここに G って書いてあるこのウクレレたちをですね、皆さんのお手元にお届けする、まあ、スタッフというかですね、まあ、募集なんですよ。はい、ぜひ皆さんご応募ください。応募資格は老若男女問わず、誰でも参加 OK でございます。まあできればですね、やっぱりガズレレのこと知ってくださってる方でどんなことやってるか、まあどんな熱量を持ってガズがやってる、まあ、グループかチームかということはね、なんか知っていただいていた方がいいかなというふうに思うんですけど、何をやるかというと、ベトナムから送られてくる G ラボウクレレ、まあ中国からも送られてくるこの初めてウクレレなんかのもう一本ずつの最終チェックだとか、ポップアップショップにも日本全国つつ裏裏出かけていくだとか、なかなか内容濃いですよ。いろいろあってですね、まあもちろん大変っていうか楽な仕事ではないと思うんですけど、ものすごいやりがいがあると思うし、あとまあそのアイデア次第ではですね、どんどんいいアイデアはもう取り込んでこのチーム全体で良くなるような感じにしていきたいと思うんですね。なかなか面白い仕事には間違いないと思います。勤務地はですね、名古屋ということになります。私名古屋に住んでないんだけどという方もしいたらですね、ご相談ください。住宅もですね、もしかしていろいろちょっとそこ相談してもらうとですね、いろいろいいかもしれません。もちろん社会保険完備ですし、もういろいろちょっとしっかりやっておりますということで、この私がね説明するよりもですね、Gラボ代表上田氏がですね、もうめちゃめちゃ詳しく解説して、アッキーとヨッシーもですね、それに説明をしてくださってる動画がですね、 Gラボ YouTube チャンネルの公式 YouTube チャンネルの方にね、しっかり説明した動画も上がっております。この動画になるんですけど、これですね、概要欄に貼っとくんで、まずこれを見てくださいよ皆さん。興味ない方もとにかく見てもらってですね、誰か見てない人がいるかもしれない、おすすめしてあげてください。 G ラボでスタッフ募集だってよって感じで教えてあげてくださってね、応募していただけると思います。応募のね、特設ページ、G ラボスタッフ特別設応募ページもですね、概要欄に貼っとくんで、そっちも合わせて見てもらうとね、一日の流れどんなことやるのかなとか、いろいろ詳しく書いてありますんで、ぜひご覧いただければなというふうに思います。とにかくですね、最高のチーム、今もうね G ラボチームってかなりねいい感じで行動進んでいくんですけど、さらに、皆さんに素晴らしいウクレレと素晴らしい音楽体験ガズレレ G ラボでですね、もっともっと広く、ハイクオリティな、いいものをお届けしていきたいなという感じで、こっちのねチームに加わってくださる方募集してますよ。はい、面接までね、行った方はですね、私ガズもですね、その面接に、一緒にこう参加させていただいて、いろんな話をお伺いできればなというふうに思いますんでですね、一緒に素晴らしいこの音楽のある、笑顔のあるこの G ラボガズレレの世界広げていくね、仲間大募集ということで、ぜひ皆さんよろしくお願いします。必見ですからね、そのね動画をですね、ぜひご覧になってください。じゃあよろしくね。あともう一個、11月11日渋谷でですね、ガズレレの日のイベント開催します。まだねもうちょっともうほんとすぐにね詳細公開できると思うんですけど、場所は渋谷駅のすぐ近くのところでですね、時間帯とちょっとそのチケット料金今ねもう最後の本当段階で、決めるところでもうすぐご案内できると思います。今のところはスマホにですね、皆さん11月11日ガズさんの日のガズレレの日のイベントが渋谷であるから、ウクレレ持って参加しなきゃって予定入れといてください。よろしくお願いします。この辺のことね、 G ラボスタッフのことと11月11日ガズレレの日のイベントのこと、まあまあ引き続きですね、ガズレレとかあちこちで引き続き継続で、報告していきますんで、よろしくお願いします。はい、そういうわけで今日はねすごいお知らせでしたよね。ほんとじっくりちょっとね概要欄見ていただければというふうに思うんですけどですね、どしどしご応募お待ちしております。それでは皆さんごきげんよう。楽しく音楽やっていこうぜ。バイバイ。